本日は大変お忙しい中集まっていただきましてありがとうございました。もともと何の出番もない予定だったんで、喋ることを考えているわけじゃないんですが、実は去年ですね、今年がプリウスっていうかハイブリッド発売20周年になるっていうことで、いろいろイベントを考えててくれた中でですね、こういう車両は皆さんよくご存知なんですけども、この舞台裏でシステムだとか部品がどういうふうに進化してきてるかっていう、ある意味この20年間の技術史みたいなものをまさに今日お見えの皆さんをこうイメージしながら、少しじっくりうちの技術者が直接皆さんと健康感をしたらどうかなと思いまして、今日企画させていただきました。そしたら結構準備がいいものができたものですから、一般メディアの方にもですねやるっていうことで昨日からやっているんですけれども、どんな具合に やられているのか、ちょっと私も見てみたいなと思って実は覗きに来ただけでですね、最後の Q&A も全部このお二人がやりますので、今日は質問していただいても何もお答えできませんのでよろしくお願いしたいのと、改めて、この20年間特に私は覚えてますのは、初代のプリウス発売した時に、モータージャーナリストの皆さんたちがですね、大変その初代のプリウスを勉強されたりご自分で買われたりして世の中に広めていただいたということはですね、今あるのもこの初期のモータージャーナリストの皆さんの応援と、あの時世の中になかったテクノロジーをポッと出したものを頑張って環境にいいからだということだけでですね、買っていただいた初代プリウスの特に初期のお客さんたちの後押しで、ここまで来れたというふうに思っておりまして、本当に心から感謝しておりますし、お礼を申し上げて私のご挨拶させていただきたいと思います。本当に今日はありがとうございます。この会がですね、最後の会で、2日間で計6回、こういった会場をですね、設けさせていただいたんですけども、今の内山田のコメントはこの会だけ、今日いらっしゃる方だけが聞けたということで、ぜひ Facebook での拡散をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。